はい、スマホにセットします。スマホにセットしました。設定画面、そして接続 Wi-Fi、 ホリーストーン FPV -90EBACこれを接続します。インターネット接続が不安定と出てますけども、無視してください、大丈夫です。あらかじめ入手しているアプリを開けます。はい、するともうこのように写真撮る用意がもうできてます。電源入れて、上の方に操作アイテムがありますが、ほとんどリモコンでやりますので無視しても大丈夫です。いや、というのはこれもともとスマホで、操縦できるようにしてる機体やったんですけども、スマホで操縦するとどうしてもワンテンポ遅れますので、リモコンで操縦するのを強く押します。ほとんどリモコンでやりますが、何個かは先にこのパネルでやっておかないと一応動画が撮れないので、この電源ボタンを押します。そうすると全部こう一応操作できるような状態で、この隣の1と2いうのがあります。今2がブルーになってますけど、これは1バージョンとなってます。1バージョン、2バージョン、1バージョンが白です。ですのでこれを押します。2が白になりました。これで2バージョン2です。もうほとんどYouTube で上げてる方がバージョン2でやってるので、それに私合わせました。これを間違うとこのコントロールがむちゃくちゃになりますので、このリモコンのこのカメラのボタン長押しでももちろん撮影できるんですが、動画撮るカメラのアイテムを押します。すると時間が出ます。もうこれ撮影中ということです。こんな近くで どこまで上がるか。あ、これまでか。
線に戻ってきてもね。ラーメン一杯この上ちょっと乗車車掌じゃないどこまで。あ、これぐらいです。旋回ヘッドレス、あ、これでヘッドレス、あ、風でだいぶ戻ってる。やっぱ軽いからな。初めて着陸。すごい。かなり操縦が難しい。軽いからね。よほどこの風がない時でないと難しいかもわからないね。今日のところ終了。赤ポテトウロファイト。